トベが迎える新メンバー、平野志耀と神宮寺勇太の合流、証拠消失の影に隠された争い。近日、滝沢秀明氏のプロデュース会社、トベ、が注目の生配信を予定しており、その内容はファンの期待と興味を高めています。一方で、この注目の合流には興味深い裏話が潜んでいるようです。 7月7日午後7時、トベハ YouTube チャンネルを通じて生配信を行う予定です。この日の生配信で、元キングプリンスへの平野仕様と神宮寺雄太が合流するとの情報が発表される予定です。これに先駆けて4日に配信されたニュースポストセブンの記事は、平野と神宮寺の合流が噂されており、ファンの間で確定的なものとして話題となっています。 しかし、これに先立つ6日に公開された予告動画には、二人のシルエットが映っています。このシルエットから判断すると、登場しているのは間違いなく平野市洋と神宮寺勇太の姿です。芸能ライターによれば、この時点での二人の合流は明らかなものとされ、 滝沢氏自身も TikTok の生配信でサプライズ発表を予告しており察してくださいと語るなどファンに期待感を高めて。しかしながら興味深い事実が浮かび上がっています。運営側が公には知らせていない証拠が熱烈なファンたちの目に留まっていたのです。その証拠とは、トベの YouTube 動画に設定されたメタタグです。 メタタグは Web ページの情報を検索エンジンやブラウザーに伝えるためのタグで、このタグの中に、キンプリというキーワードが見つかりました。これが一部のファンの注意を引き、SNS 上で話題となりました。ただし、ここで興味深いのは、キンプリは現在もジャニーズ内で活動中の長瀬角と高橋山の同盟でもあるため、 このタグが問題視された可能性があるということです。その結果、後に、キンプリのメタタグは静かに消去されていたのです。この動きについて、長瀬高橋のファンと脱退メンバーのファンの間で微妙な空気が流れていると報じられています。二人体制のキンプリファンからは、とべが、キンプリのメタタグを使用したことに対する不満の声が上がっており、 その中で、脱退メンバーのファンは、連回の方が先に平野と神宮寺のメタタグを使っていた、と反論しているようです。平野氏洋と神宮寺ゆの合流に関する情報は、ますます熱を帯びていますが、ファンたちの間で起こっている微妙な争いも見逃せない事実です。飛べの生配信に向けて、ファンたちは合流の正式発表を心待ちにしていることでしょう。 一方で、この事象が彼らの関心の敵となっている背後には、ファンたちの情熱と共に、些細なけれども意味深な争いが存在していることを忘れてはならないでしょう。